日本の三浦花子選手です。調子はいかがですか？あ、まあまあです。今日は出場するものは段違い平行棒に出場します。出場する前、試合前っていうのはどのような気分なんでしょうか？やっぱり日頃の練習の成果が十分に発揮できるかなって感じで、アップの時に今日の調子とかちょっと分かってくるので、今日はまあまあでいいです、はい、期待してますので頑張ってください、はい、ありがとうございました。さあ今度は三浦花子の段違い平行棒です。下棒を飛び交して上棒に移ります。坂手車輪からイエーガーですね、はい、非常に足の線の綺麗な三浦トカチェフ。フィニッシュはムーンサルト、着地も決まりました。あ、いいですね。非常にスピードがあっていい、いい演技でした、はい、西川さん、はい、この三浦選手は、まあ、もちろん西川さんよくご存知だと思うんですけども、手足がこうピッとこう伸びてますよね。そうですね、綺麗な、まあ、日本選手の中ではもう、素晴らしいと思いますね。この小気味という感じがしますね。そうですね、やっぱりスピードがあるからそういうふうに印象を我々持ったと思うんですね、はい、塚原コーチの表情も、まあ、満足げな表情であります。三浦花子選手の段違い平行棒の得点